ヒューズ XV-9 試験飛行中の XV-9AXV-9 は1960年代にアメリカ合衆国のヒューズヘリコプターズによって開発された高速研究ヘリコプターである。ヒューズヘリコプターズ社の社内名称でモデル385と呼ばれた本機はホットサイクル推進機構として知られている概念実証機体として アメリカ陸軍の研究契約の下で開発、設計され製造された。この従来のヘリコプターの駆動機構に比較して得意な回転翼のチップジェット駆動機構を持つモデル385はアメリカ陸軍の試験記号として XV-9A の正式記号とシリアル番号64から15,107を与えられた。 胴体の両側面に位置する2機の U64GE-6 ターボジェットエンジンは、各々の発動機につき2850馬力を出力するが、その合計5700馬力すべてがホットサイクル機構の噴出ガスの生成機として使用され、後方へ排出する通常のジェット水力はもちろん、ターボシャフトエンジンのように、 時空馬力の出力による機械的な回転翼の駆動トルクにも用いられることはなかった。発動機が生成したジェット噴出気流は回転翼の4枚の羽先端の噴出口に導かれた。主回転翼の各々の羽は前縁を呼び、後円の両方に対して発動機からの高温高圧ガス管を前後から冷やすための冷却同風管を有していた。 開発と製造費用を最小限に抑えるために、既存の計、簡素化ヘリコプターである O-6A の前方の卵型の操縦区画、及びその前方部分の並列の2座席を備えた操縦席が流用され、降着装置は、シコルスキーエアクラフトのシコルスキー S-58、米国陸軍正式記号、H、H-34 直頭から流用された。 XV-9 ヘリコプターは1964年11月5日に最初に飛行した。カリフォルニア州のカルバーシティのヒューズ社施設での試験飛行の後、XV-9A はさらなる飛行試験のためにエドワーズ空軍基地に分解の上で陸路輸送された。これは、 ヘリコプター特有の航続力と燃費の悪さが回送飛行に適さないという事情のほかに、ただの一機のみの製造数でしかない、貴重な試験機、シリアル番号64から15,107を失う危険を犯すことを避けるためであった。第2段階の試験飛行先である、エドワーズ空軍基地での試験飛行は満足のいくもので、 あったが、次第にチップジェット方式の回転翼機の問題点が明らかになってきた。XV-9A は回転翼の羽根から噴出される高圧、高温ガスの排出音が大変に騒がしかった。加えて変速機とクラッチを介して回転翼を軸張り機で駆動させる通常のヘリコプターに比べて燃料消費量が多かったが、ヒューズ社はホットサイクル機構が 今後の回転翼航空機の設計に関して広く使われると確信して疑わなかった。回転翼の羽の先端部分排気と散布口、ディフューザー、拡大。高圧高音ガスによる特に長大な回転翼の羽内のシルベ風間の腐食問題や噴出ガス騒音による音響金属疲労を当時の材料工学では解決できなかった。しかしながら結局、同社は 蒸気の騒音と劣悪な燃費の問題を緩和することができず、少なくともヒューズ車による圧力ジェットシステムの開発はそれ以上の段階には進まなかった。アメリカ陸軍による実用性の審査は1965年8月に完了し、XV-9A ヘリコプターはアメリカ陸軍の正式記号を解かれ、モデル385としてヒューズ車に変換された。 それは、アメリカ陸軍が、XV-9 の設計を、今後とも必要としないことを意味し、引き続き実用機の開発製造に関して、アメリカ陸軍とヒューズヘリコプターズ社が契約する、可能性がついえたことを意味した。ヒューズヘリコプターズモデル385、ヒューズヘリコプターズモデル385の米陸軍、航空機審査部の正式試験機器号。なお、同社は、 ヒューズエアクラフト社の一家として設立され、1955年以降から、XV-9 開発当時までは、ヒューズヘリコプター部門、アメリカ陸軍航空機、US Army Aircraft シンス1947。ありがとうございます。